はい、皆さんこんにちは、かずえちゃんです。はい、かずえちゃんね、今熊本に来てます。去年のね、熊本の震災の時にかずえちゃん約ね1ヶ月ぐらいかな、熊本に住んでました。まあ、住んでたというかね、ボランティアに来ていたので、約1ヶ月間ぐらいね、熊本で生活してました。で、それぶりのね、熊本なんですけれども、今日はね、すごくお天気がいいので、レンタカーを借りて阿蘇の方まで、なんかドライブに行ってこようと思います。で、先週末にね、結構雪が降ったので、まあどこまでね行けるかわかんないですけれども、今日はね、すごく朝からいいお天気なので、なんていうのかな、この素敵な素晴らしいね、熊本を皆さんにね、動画でお伝えしたいなと思います。はい、ということでね、今から運転して行ってきます。はい、ね、今だんだんとね、阿蘇の方に近づいてきました。本当ね、お天気が今日すごく良くてね、運転しててもすごい気持ちがいいです。かずえちゃんね、去年はね、5月ぐらいにこの阿蘇に来たんですけれども、その時はね、こう山がね、すごいこう新緑のグリーンだったんですけれども、今日はね、まあ先週末雪が降ったのもあって、こう上の方にはね、うっすらと雪がこうかぶってます。はい、今ね、阿蘇の方まで来ました。ちょっとね、車止めたので外に出てみようと思います。はい、結構ね、週末に雪が降ったので、こう道端にほら見えるかね、雪が結構積もってるんですけれどもね、今日はでもすごくあったかいです。ここね、ラクダ山って言って、こう山がね、ラクダの形をしている山があるんですけれども、そこに登ってきました。本当にね、ここから見る景色がね、絶景なんですよ。ほら、見えるかな、ちょっと逆光かな。はい、ね、本当綺麗としか言いようがないんですけれども、これからね、温泉にでも入って熊本市内に戻ろうと思います。で、阿蘇神社とかね、いろいろ行ったんですけれども、その写真ツイッターにいろいろ載ってますので、ぜひツイッター覗いてみてください。はい、ということでね、今日の動画はこれでおしまいです。それではね、皆さん、またね、また見てね、バイバイ。